はい、どうもナオパです。好きなアイスはクーリッシュです。どうもグレイトです。好きなアイスはパルムです。はい、どうも皆さんお疲れ様です。改めましてこんにちは、よろしくお願いいたします。今回も新かまいたちの夜やっていきたいと思います。僕はですね、クーリッシュをあの駅からの帰り道とかにチャリで乗りながら、ちょうど家ぐらいに着くまでに食い終わるのが大好きです。コンビニのクーリッシュはカチンコチンですけど、ちょっとスーパーとかで買うとちょっと柔らかいんで、冷凍庫ちゃんと冷凍のところちゃんと整備してないと霜とか降っちゃったりして、ちょっとねダメになる時もあるんで、それあのちゃんとやった方がいいですよ。長いというわけで新海たちでやっていきたいと思います。はい、今回はですねスパイ編に行きたいと思ってます。とうとう、はい、はいはいはい、というわけで、もうあのスパイ編に行くよってとこまで来てます。はい、ここで B を選ぶんですよ。そうするとスパイ編に行けるんですけど、はい、なんでこれ B もう選んであるのってなってるじゃないですか、マーク、はいはいはい、これ間違えてね、あのピンクのしおり取った時なんだっけ、選択肢間違えて B 選んで、あれスパイ編行っちゃったよ、違う違うよって戻ったんですよ。戻った、ね、でもまだ何も知らないです、はいはい、というわけでやっていきたいと思います。じゃあスパイ編に行きたいと思います。はい、ここはどうでしょう。あ、どうね、まあいいか。本当最初の方ですよね。そうですね。じゃあこれで失礼します。僕は逃げるようにそのまま離れた。ちょっと覚えてるんですよね、なんか窓から京香ちゃんがどっか行くのが見える気がするんだよな。もう京香ちゃんが向かった、あ、京香ちゃんの部屋に行ったのか。208号室に行ってみた、しかし彼女はいない。在室していた雪乃ちゃんも行き先は知らないという。あ、いたんだ雪乃ちゃん。スパイ編ではそのどういう関係かにも分かんないですもんね、はいはい、でもここまでの流れ、スパイ編に来るまでのなんていうんですか、あった話はミステリー編までのお話と同じってことだから、まあそうですね、僕と京香ちゃんの関係も池谷さんの関係もまあそういうことですよね、はいはい。次に京香ちゃんの部屋である205号室に向かった、返事がない。ドアノックしても部屋に入って呼びかけてみたから彼女の姿はない。これをチャンスに話をしたかったのだけれど、そんなことを考えつつふと窓の外を見たら、おお来た、京香ちゃんが裏庭を歩いてみるのが見えた。ここでやべやべと思って戻ったんですよ。なんか違うねっつって、うん、何をしているのだろう。片隅にある、薪置き場に向かっているようだ。何これ、京香ちゃんがスパイなの。僕は階段を降りて裏庭へ行くことにした。京香ちゃんと話がしたいという、下心もあったし、手伝うことがあったら手伝おうと思ったからだ。靴を履いて出ると、外の雪は先ほどより勢いを増しているようだった。吹雪寸前といった感じです。はい、うわ怖えな、京香ちゃんスパイだったら嫌だな。ねえ、何のスパイだかも分かんないですね。何が起こるんだって感じで。スパイって諜報員ってことでしょ、うん、ジャック・バウアーだ。スパイなんだ。ジャック・バウアーってなんかの諜報員じゃなかったでしたっけ。分かんないですよ、俺も分かんねえな。雪の上には、巻き置き場に向かって足跡が続いている。あ、マジで京香ちゃんでしょ、手前が。で奥なんか倒れてない人が、なんかね、体半分で浮いてない。浮いてんのあれ。怖っ、何空中浮遊やってんだこれ。と思って物陰から様子を伺うと、薪置き場の中に人が横たえられているのが見えた。ほう、誰だろう、知らない人かな。問題は首筋から流れている赤い液体だ。うわ、赤い液体なんだろう、あれは血？心臓が高鳴るのを感じる。うわ、なるほど、怖いね。本当に京香ちゃんスパイなの？それだけは避けたいね。でも僕らそういう恋人的なさ、コナンでいうランちゃんとか、うん、みゆきちゃんとかが、はい、犯人の話があったらもう泣いて喜ぶねって話してるんですよ。ありかもね。まさか、まさか。僕は迷った、声をかけるべきだろうか。声かけましょうよ。
やっぱ体半分だ。半分なんだ。なんか先っちょが出てるとかじゃなくて体半分だ。そんなことを考えてるうちに京香ちゃんはベンションの裏手へと歩いて行ってしまった。巻き置き場に近づく。おお、倒れてるね。誰だ。丸太の上に女性が寝かされていた。案の定ピクリとも動かない。錆びた鉄のような血の匂い、首筋にいくつもの首にいく筋もの、いく合ってるか、うん、首にいく筋もの刃物傷、うん、あ、間違いない、死んでいる。誰でしょう。僕はペンションへ歩きながらも、つい今目撃した惨状で頭がいっぱいだった。僕は普通の人なんですかね、うん、僕がスパイだったみたいな話もかまいたちならありそうだよね。まあ、ありそうだけどね。嬉しいなそれ。すごい冷静だねこの子。しかも死体があって京香ちゃんがその前に立っていた。やっぱり京香ちゃんがスパイとして京香ちゃんを探っているかもしれない僕が、うん、そうだよね。死体を見つけて特に驚いた様子もなかったのか。なんでだ。そんなことを考えると、あ、暗鬱じゃないですかね。暗鬱になってくる。あ、池谷さんだ。警察に通報すべきかと迷っていたら池谷さんに声をかけられた。お、京香が探してたよ。怖い怖い。殺される早い、ね、でも前回で、前回のあれで、オーナーの鵜飼さんボコボコにした僕の腕力で立ち打ちできるでしょ。まあ確かにね。切れたら俺も強いぞみたいな。そうだよ。部屋に僕を探しに行ったということだろうか。覗き見してるのがバレたのだろうか。そうだね。諜報員スパイだったらね、鋭いよね絶対。鋭い。貴様何を見た。うお怖い。おお怖い。腕を組んで待ち構えていた。おお見たよ。ビンゴ。見たね。険しい表情で話しかけてくる。やっぱ鋭い。戻ってくるの早いね。早いね戻ってくる。鍛えられてるだけあるね。しぶしぶ。しぶしぶうなずいた。違うの。京香ちゃんが僕の心を見透かしたように言った。そうなんだ。じゃあなんで。話すと長くなるんだけど、簡単に言うと、いいね。私は日本政府の諜報組織の一員でね。このペンションに敵の組織が来るという情報があって。やっぱ諜報組織。日本にもあるんですか。でもあるって聞くよね。じゃないですかね。さすがに。まあそうだろうね。そうだね。諜報組織の一員って言われてもね。諜報組織。名前は？ええ。わかりやすく言うと。スパイ。敵も諜報組織の一種だけれど、反政府組織で簡単に人を殺すからテロリストって言ってもいいわね。敵も日本人なんだろうか。え、ローズさんじゃねえじゃん。まあローズさん若い人ですけどね。スパイって信じられない。当然だよ。平和な日本にスパイだなんて。まあ日本にも僕らの知らないことはたくさんありますからね。日本はなんかよくニュースでもやってますよね、スパイ天国だって。あ、そうなの、はい、外国からしたらってこと。じゃあまあ外国の、あの各国のスパイが日本にいっぱいいるっていう話らしいです、ね、平和だからかな、うん、信じられないでしょうけどね、アメリカに CIA があるように実は日本にもあるの。日本は鈍感に見えるけど、それはわざとそういうふりをしている。いくつか諜報組織があるのよ。外交では鈍感を装っていた方が得をするという戦略ね。あ、大丈夫。ちょっと少々お待ちください。はい、すいません。あ、ちょっと編集でどうにかなってるとは思うんですが、はいはい、パソコンの方がトラブってしまいました。トラブってましたね。申し訳ございません。というわけで続きやっていきたいと思います、はい、まあもう一回ここだけ読むか。
アメリカには CIA があるように実は日本にもあるの、日本は鈍感に見えるけどそれはわざとそういうふりをしているだけで、いくつか諜報組織があるの、ね、外交では鈍感を装った方が 得するという戦略ね。わかる、それは。じゃあ池谷さんも、池谷さんも、そう、組織でも私の上司かっこいいな、一緒に調査に来たの。キョコちゃん声が低くなったね。なら、あの薪置き場にあった死体は？あれは、このペンションのオーナー。赤木さんだ。赤木さんじゃねえんだけどな。ちょっと名前がもうミステリー編でわけわからなかったんで、呼び名がな。あの、鵜飼さんだよね。はい。オーナー？鵜飼さんじゃなくて？え？鵜飼は敵の組織の一員。敵はこのペンションに存在するあるものを。おお、なんだあるものって、エニグマじゃねえ。おお、なんだエニグマ、エニグマ、エニグマって知ってる？エニグマ、エムボマじゃなくて、エムボマはとんでもない左足のシュート持ってるカメルーン元代表。あのケツに飛び膝蹴りするやつ。懐かしい。懐かしいよね。おお、なんだなんだなんだ。なんか停電っていうパターンが多いな。ねえ、京香ちゃんがそこまで行った瞬間、バツンという音がして部屋が真っ暗になった。ああ。喋らないで。敵の仕業かも。おお。頼りになるね。京香ちゃんの、京香ちゃんのささやく声がしたが、何も起きない。見てくる。いい。ここを動かないで。私が戻ってきた時はノック3回目。なるほど。聞かれてるよこれも。緊迫しますねこれ。緊迫しますね。部屋の外に出て行ったようだ。いきなりのことで話、確かにな、いきなりだよな。展開早いわ。しかもなんであんなあっさり諜報員だってことが、こんなあっさりバラしていいの諜報員。いきなりのことで半信半疑だったが、京香ちゃんのその身のこなしからすると本当にこのペンションのテロリストが、本当にこのペンションにテロリストが、うん、今3回鳴ったね。鳴った。いやー怖い。ああおお、なんか3回が早かったからちょっと俺も違うんじゃないかなと思ったんだけど早かったもんな。偶然なのかね。じゃあ、でも何の選択肢も今のところやってないから、これでバッドエンドになることはないはず、うん、まあまあまあそうですね。これでバッドエンドになっちゃったら進めないもん。ああ来た、あれ書かされた、なんだっけ、何でしたっけ、なんだっけ、クロロホルム、クロロロロホルムだ。何でしょう。ああ暗い、暗い暗いね。青が濃くなってるね。うん、スーファミのかまいたちの色みたいになってる。はいはいはい。朦朧とする中、小声で仕切りささやく女の声が耳に入ってきた。そう、それは分かってる。これは、これ、あ、違う、みゆきちゃんだ。そうだね、メガネかけとる。ね、なんで君が、僕だけが知らないのかな、知らないっつうか部外者なんだな、きっと。梅園みゆきだったか、ペンションの客の一人だ。ああ味方。京華から事情を聞いた。私は京華池谷さんの同僚よ。いやーこれもな、これもな、そんなに僕一発じゃ信じませんよ。疑り深いですね。だって同僚だってってね、怪しいよね。うん、日本のスパイ組織だっけ。そう、いい、落ち着いて聞いて。このペンションはテロリストたちに占拠されたの。嘘だよ、こいつがクロロホルム俺に書かせたんだ、きっと。そうね、あの点々点怪しいもんね。そうの後だ。みゆきさんは外を伺うように部屋の入り口を見た。クラで選挙しちゃうんだ、すごいね。
テロリストっていうとそんな何人いるんだろう。時間がないからなるべく早く、簡単に説明する。お、軍隊区長になってるぞ。時間がないからなるべく早くに説明する。テロリストたちはこのペンションにあるあるものを狙ってやってきた。最初は隠密に行動しようとしていたみたいだけど、とうとう強行策に出たのになっちゃった。出たの。おいおい、どっちなんだよ。雪がひどくて警察の車も、ヘリも来られない状況だからね、チャンスと見たのでしょう。あるもの知りたいね。それは秘密。なんでしょう、あるもの。今の段階ではな、どうしようもねえやな。うん、わかんない。潜入調査ってことは、あ、仲間のふりしてるってこと、ね、仲間のふりしてるんだ。仲間のふりをした仲間だよ。仲間今ね、こいつ スパイのふりしてるテロリストだ。あ、俺はそう思う。キプレイ落つって言われても構わない。俺はそう思う。慌ててあなたを眠らせて、ここに、あ、やっぱ眠らせたのこの人だ。なんで眠らせたんだ。あ、なるほどね。君はスパイとして敵に潜入してるってこと。まあスパイってそういうもんか。私が所属している、日本政府の諜報組織だからあなたの味方。なんでや。二重スパイ。いやーやわ、ややこしくなってきた。ややこしいね。連れの新海さんは、あーなるほど、潜入してるからね、仲間のふりしてるんだ。彼女はテロリスト側の人間。鵜飼や私と一緒に敵側の人間として。あ、はいはい。ややこしい話だが、みゆきさんと京香ちゃんと池谷さんは政府の所属のスパイで、そのうちみゆきさんは敵所属に二重スパイとして潜入していて、僕を助けてくれたということか。京香ちゃんはどこに捕まったのか。あの時そうだね、捕まっちゃったの。いや、なんかこれはまあ、なんか俺信じて聞いてねえから、こいつの話。そもそもとすると、いや、生きてる。これをつけて耳に。なんだなんだ、盗聴器。うん、うさ耳だ。お、かっこいい。みゆきさんはイヤホンのような器具を出してきた。これは私たちが使う通信機。お、かっこいいね。小さいでしょ。そんなに遠い場所じゃなければ、これで私と京香の声を聞くことができる。うん、でも京香が身につけているタイプの通信機はバッテリーが少ないから、今はオンにオフにしているね。ほうほうほう。なんで俺諜報員に入れられちゃった、ね、俺じゃねえけど入れられちゃったんだ。京香ちゃんは今どこに。一人だけどっかに移動させられているみたい。移動させられてるって、このペンションの中を移動させられてるのか、か外出されてるか。いや、でも雪で来れないっていうから、この中での出来事なんだよ、きっと全部。え、でもさっき通信機で聞いたところによると、京香は今から2時間後に殺されるみたい。おお、2時間。2時間以内に日本政府があるものの場所を教えて、なおかつ刑務所にいる同胞を解放しないと殺す。あ、人質か。人質か。敵の要求は飲めないの。テロの要求を飲めるわけないじゃない。まあ、京香ちゃんはね、諜報組織の人だからね。都合での、こういうことも覚悟して臨んでるはずだ。うん、都合での味方誰だろう。大森くんだ。大森くん、大森くんっぽい。え、おお、コードネームだ。構えたちって言ってね、詳しくは知らないんだけど、伝説的な工作員よ。わあ、京香を助けたとここにも来てくれると。え、なんだなんだ、悲鳴じゃねえな。スパイ編で悲鳴なんかあげたらダメだ、銃撃されるか。言います、おっしゃいますよ。はい。ああ、どっくら。ああ。池谷かな。池谷か、鵜飼さんじゃないですか。あ、そっか。うん。どっちだ。
誰だよ。ゆかいさんだな。じゃあこれを渡しておく。みゆきさんは真面目な表情で折りたたんだ。ああ、なんだよ。あ、地図ね。開いてみると A4 のコピー用紙に地図が印刷されている。見ての通りペンションの地図。バツ印で見張りの位置を書き込んで、あれこんなにいるの人ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。本当に見張りの人数ってことかね。まあでも占拠するっつったらね。そうだよね。じゃあ知らない人もいるんだ。これも渡しておく。みゆきさんは懐から黒い、おお、銃持たされちゃった。なんだ、でけえ銃だな。でかいね。ああ、あれじゃない、ハンドガンじゃねえのこれ。あれついてんだよ、あれ。ああ、サイレンサー的な、サイレンサー的なやつか多分。サイレンサーってコナンでよくあるね。コナンでよくあるって、ルミノール反応ってコナンでよくあるよ。なんか聞いたことあるね。受け取った銃はずっしりと、ずっしりと重い本物の銃だ。持っているだけで震えてくる。馬でも一瞬で、あ、麻酔銃か。お、運が悪いで死ぬけど大体大丈夫。サイレンサー、あ、やっぱそうだ、サイレンサー付き。うわ、予備のカートリッジがないから弾切れに注意してね。え、何発、6発ですか。やっぱ10発か。なんで赤い文字怖え。わかんない。あれじゃない、あ、選択肢とかあるんじゃない。選択肢で打つとか打たないとか。やべ、俺アクションになると思っちゃった今。この中に弾薬が入っていると思うとますます手が震えてしまう。わざわざ脱出しないでもここにずっと隠れてるのはダメかな。おお。自力で脱出しろっつうんだな。なるほどね。2時間後にペンションが焼き払われると。一つだけ注意。203号室に人質が閉じ込められているけど、もし脱出するときは放っておくようにね。ほう。203号室って誰の部屋だ。誰だろうね。僕じゃない？僕の部屋だった気もするけどね。そうだよね。テロリストたちはペンションの客を人質にしているということか。え、僕の部屋っぽいな。何？まあ占拠したからもう部屋とか関係ないんじゃないですか。なんかまた僕記憶がなくて本当はスパイなのに、なんか記憶なくしちゃってこんなになってるとかじゃないよね。どっかで殴られちゃった。そう。でもあなたが救い出して脱出するなんて無理。万が一の時は第一駐車場にあるスノーモービルで逃げた。スノーモービル。このポーチも渡しておく。なんだ。あ、その中に相撲の運転方法、運転方法を書いたメモって怪しいな。これ絶対アクションになるよ途中で。アクションゲームまさかの。運転方法を書いたメモって、あの普通トリセツってことでしょ。あれでしょ、三角で。そう。全身とか。じゃあ私は行く。なんとか安全に出られるように手配するから待ってって。キャー、怖い。僕は息を潜めつつ、とんでもないことになったなぁと考えた。京花ちゃんがスパイでペンションも占拠され、僕はその片隅に身を隠している。殺されてたオーナーは味方か。そうか、味方なのか。あ、普通に一般人なのか、なのか。地図を見る。うわ、アクション始まるよここで。というわけで、じゃあここで終わりますか。はいはいはい。次からアクションが始まる前に一回休憩ですか。もうバイオハザードのつもりでやります。はい、次から。というわけで、今回もどうもありがとうございました。スパイ編の第1話でございました。はい、じゃあね。